誘拐するつもり。誰か誰か助けて。ちょっとごめんね。何したの。大丈夫大丈夫。何が。そいつうるさい。シートベルトして。リサちゃん久しぶり。変わったね。なんか旅行っぽくない。待って、何これ。どういうことなの。お金が目当てなの。あれってブライダルか。本物初めて見る。揺れます。高級車にぶつけるの夢だったんだ。あれ私の夫。黙って座って、見てるだけで酔いそう。ねえ誰か、この辺で一番長い道路ってどこ。調べて渡したじゃん。その道工事中だったの。ねえ、お金ならないわ。だから返して。そんなものいらない。あなたを助けに来たの。どういう意味。そううるさい。だから失神させようって言ったじゃん。誰かクソって言った。シキちゃんに100円払って。シーンが一番言うじゃん。クソ、ひどい。私がいるのに撃ってきたの。何する気。その銃どいて。無理。シキちゃんヤバいかも。待って、今動けない。嘘でしょ。大丈夫、誰もいないから。なんで私の夫は。そんなのいないのか。ねえ、だって花婿さんの顔を思い出せる。え、でもあれ来た。え、修正されちゃう。存在してないのも変なのに追いかけられるのも全部意味不明だけど、一旦流すわ。でもリサちゃん、7年ぶりだよね。最後に会った時はお互い小6だった。なのにどうして今も小学生のままなの。何が起きてるの。私たちは誰かに管理されて、誰かの都合で生きてる。この世界自体が誰かに作られたものなんだよ。私はアップデートを止めたの。だから大人にならない。逃げてる時にみんなに出会った。ずっとこの日を待ってたの。誰かの都合で生きるなんて嫌。千歳ちゃん、あなたもそうでしょ。なんで私も助けてくれるの。この宝石長い道路を探して。光より速く走れば120億 FPS になってこの世界を突き抜けられるの。何それ、単位。わからないけど、とにかくやるの。でも道が嘘でしょ。いいから信じて。